こんにちは。紹介いただきましたライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。私は普段、そのデータベースセンターの方でそのテキスト関係の、文献の情報をどうやって使って普段の研究者の皆様が効率よく必要な情報にアクセスできるかといったことについて、システムを開発したりサービスの紹介をしたりということを行っています。で、本日はそれに関連しましてパブメドの検索の方法ですとか DBCS の方で提供しているテキスト関係のサービスを紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で最初にライフサイエンス分野の文献情報といえばパブメドはもう切っても切れない関係にあると思うので、まず最初にそのパブメドについて簡単に紹介していきたいと思っています。で、事前のアンケートを見ますとほとんどの方がやはり利用されているということですので、パブメド自体がどんなものかというよりはパブメドにどんなサービスが機能がついているかですとかどういった歴史があるかってことを少し紹介したいと思います。あれこれ動かないですね。あ、これいいか。で、パブメドのまず歴史からなんですけども、これはもともとアメリカの方のメドラインというパブメドが始まる前からライフサイエンス、バイオメディカルな文献情報書誌情報を提供するデータベースというのがありまして、でそれをこの1997年ですけども、この頃インターネットがどんどん普及してきて誰でも使えるような状況になってきたのに合わせて、インターネットを使って通常皆さんが利用しているパソコンから簡単に文献情報を検索できるようにしましょうということで立ち上がったサービスなんですね。でそれが97年のことでして、で、それまでもいくつか検索できるサービスがあったんですけど、それは有料だったんですね。でそれが、この時にフリーと無料になって誰でもインターネットにアクセスさえできればどこからでも検索ができるようになりましたということになります。で、97年ですから今年が2018年なのでちょうど約20歳ちょっとというところですよね。だから20年ぐらい前に今のようなパブメドのサービスが始まったということになります。で、そのパブメドで検索できる文献の数なんですけども非常に増えてまして、97年にフリーで始まったんですけど、96年にほぼシステムができたということで、96年当時にどれぐらいの文献数があったかということがここに書かれています。でそれからその、サービスが始まった後と前と この比較ですよね。でこの、実践で書かれている方がそのトータル合計で、何文献が検索対象になっているかということと、こっちのこの縦棒の方がこっちの右の軸ですけど、毎年何件の書誌情報が追加されたかということのグラフになっています。で、大体今ですと2800万件が検索できて毎年100万件以上が追加されているという状況ですね。でこの96年当時にアメリカの方で非常にシンボリックにセレモニーが行われまして、当時のゴア副大統領がこの初めてフリーになったパブメドの検索をしてこういう形でプレスリリースを行ったという歴史的な瞬間の写真になっています。でこの当時がこんな感じでまだ、この検索対象になっている文献の数が1200万件ぐらいと、で毎年、この時は45万件ぐらいが追加されてたわけですね。なのでこの20年間でもう倍以上になっているという形です。すごい増え方ですよね。なのでもう当然全部がどんな文献になるかってことは誰もわからないぐらいの数になっているので、いかにそれを簡単に、自分が欲しい文献に効率的に近づけられるかっていうのがサービスの肝になるわけです。で、現状としてどんな形かといいますと、はい、これですね。で今言いましたけど2800万件ということで、さっき実際今時点でどれぐらい検索できるかなっていうのを見てみたんですけども、こんな形で2858万件ということになってますね。最初にここの資料を作った時点で、6月12で今日が6月26ですから、だいたい2週間で、こんなにも増えちゃってるんですよね。2853万から2858万なのでもう5万件ぐらい増えちゃってるというぐらいですごい勢いで本当に増えてます。でこれを見ると2015年だけで1日あたりも3000件も増えちゃってるってことなんで、もう本当に毎日毎日どれぐらい追加されたかなって見るだけでももう人の力じゃ無理ぐらいな感じの勢いで検索できる文献の数が増えているということで、
でその検索対象になっているジャーナルの数も5200ということです。で1日あたりはこの統計として出てるのがこんな感じですね。250万件ぐらいのアクセスがあってっていうことが書いてありました。はい、で最近はもう皆さん別に日本に限らず、まあ、世界的にモバイル端末を持っている人が増えているということもあって、モバイル向けのサイトもちゃんと作ってあって、でそこからのアクセスの数もどんどん増えているということが書いてあります。それとその他にさらに人間の手で実際に検索ボックスに何かキーワードを入れて文献を検索するだけではなくて、システムのパソコンの方のプログラムですね、プログラムを使って文献情報を取得するっていうこともかなり増えてきてるみたいですね。これについては今回あまり詳しいことは説明しませんけれども、メドラインのホームページに行くと e-utilities っていう形で説明されていて、でそこに非常に詳しい使い方が書いてありますので、もしご自身でそのプログラムを使って文献情報を取りたいということであればそこをちょっとヘルプで見てみていただくとよく分かるように書いてあります。はい、でこのパブメドその20年前ぐらいからサービスが始まったんですけども、どんどんインターフェースが進化してるんですね。でこの中でそのこのページになったのも結構最近で、最初の97年当時とは全然もう変わってます。検索するっていうこと自体はもう当然変わってないんですけど、その検索する時の機能がどんどん付け加えられたりとか、検索した結果をどうやって表示するかっていった機能がどんどん変わってきているという状況になってます。なので今回ちょっとその辺を軽く説明したいなと思ってます。でこのホームページに行くとこんな形で真ん中にパブメドツールズって書いてあって、いくつかこうパブメドモバイルとか、まあ、シングルサイテーションマッチャーとかいろいろ書いてありますけども、その中で今回はその例えば、ここで言うと、トレンディングアーティクルっていうのがあるんですね。でそれをちょっと見てみたいと思います。でこのパブメドのトレンディングアーティクルズって何だろうと思うと、これはそのここに書いてあるように、最近どれぐらいここのパブメドのサイトにアクセス来てその文献を見てるかっていう、その検索してみよう、実際に検索結果に出ている文献で人気があるものはどれかっていうものが、それが順位付けされて出てるんですね。なので、まあ、そのパブメドを見てる研究者が一番今関心を持ってるとか検索したがってる文献が何かっていうのがここで分かるようになっています。で今回のこれがその大体まあ2週間ぐらい前に見た検索の結果なんですけども、これだとまあ流行りのクリスパーキャス9のことがいっぱい出てるんですけども、これが結構まあいろいろ変わってるんですね。でもどれぐらい変わってるのかなと思って、このちょうど今日から1ヶ月前に始めて毎日1回ずつこのトレンディングアーティクルズの変化をこう追ってみて定点観測をしたんですけども、そうすると今回これさっき作ったばっかりなのでそのお配りした資料には載ってないんですけど、こんな形になってまして、結構動いてない日がずっと続いてたんですよね。でこれが5月26日の時点のランクで、この時の、1位の、文献がこういうふうに5月27、28、29って感じで動いてって、だからここが6月の11日までは全く1位から20位までが変わらなかったんですけど、11日から突然ガーッと変わって、でまた6月16日からしばらくあまり変わらなくて、で6月、20日からまたガーッと変わってるっていう形で、よくまだこのシステムがどうなっているか微妙な感じがするんですけど、だからまだこの辺はチューニング中なのかもしれないですね。なので、まあ、これを見ていくと、まあ、この必ずしも本当に今が一番検索されているものが出ているかどうか怪しい感じはするんですけど、でもまあ大体傾向として、まあ、パブメドで流行っている文献は何かっていうのは簡単につかめるような感じになってま す, です、ね、さっきの、資料に貼ってあるのはこの辺ですよね。なのでこの辺、ここがもうキャス9関係のものがバーって来てる頃ですね。で今ガーッとまた入れ替わって、で最新のものはなんかがんの話とかになってましたね。はい、なので、まあ、これを、まあ、引き続きこれをウォッチしていくので、また時々これをアップしようかなと思ってます。で、そんな感じで、まあ、トレンディングアーティクルも結構面白いよってことと、あとは他に元の、まあ、2800万件もあるんで、どうやって自分が欲しい文献にすぐたどり着けるかっていうところで、それをサポートする機能がどんどん増えてますよということです。でその、まあ、フィルター機能がたくさん入ってますということで、この中でこんな風に見ますと、
この左側、何かしらキーワードを入れて、キーワードを入れた後に出てくるページはこんな感じになっていると思うんですけども、これが全体的に3つのパートに分かれてますね。でこっち側で簡単にこうクリックするだけでその絞り込みを行う、いろんな条件でクリックして、クリックするだけで絞り込みが行われたりですとか、その絞り込みの結果としてこうそのどういう文献がここに検索結果に出てるかっていうのは簡単に分かるような、俯瞰できるようなグラフですとかキーワードが出てくるっていうのが右側になってます。でここがグラフになってですよね、これがあの何年の、どれぐらいこのキーワードにヒットする文献が発表されたかっていうグラフが右側のここに出まして、でこれさらにここの中の好きなグラフのバーをクリックするとその年だけ の文献の情報が出るような形での絞り込みができるようになったりと、かなりその絞り込みが簡単にできるようなインターフェースになってます。なので試してみると、普段使われている方は全然問題ないんですけど、もしこういうのあまりまだ使ってなかったっていう場合はちょっと試してみると結構簡単にどんどん絞り込みができて便利だなと思ってます。これたまたま2016年の頃からこの資料を作ってるのが残ってたのもあったんで、キーワードがジカウイルスになってるんですけど、その後この時は本当にジカウイルスがすごいパメドの中ではトレンディング、ホットトレンドになってて、でもうしばらくこれが変わってない感じだったので、今回ちょうど、そのまま変えないでサンプルとして使ってみようと思ってるんですけど、このスクリーンショット自体は今年の2週間ぐらい前に撮ったものなので、これ多分皆さんが検索言いましてもこんな感じで同じものが出てくると思います。で、そのまま他にこうですね、検索結果である程度10件とかに絞ってそれを使って一つ一つ調べるってことももちろんあると思うんですけど、ある程度まとまってそのある条件にヒットした文献をセットで持ってきて、でそれをさらに自分の手元でいろいろと見てみたいっていう場合に、その検索結果をいろいろな方法で取得することができるようになってます。でその他にだからここにこれ Send to って書いたんですけど、Send to ってところをクリックするとこの検索結果をどんな形で自分の手元に持ってこれるかっていう方法の選択メニューが出てきます。でこれ見るとファイルとして結果を取ることもできますし、他にもコピペクリップボードにコピー&ペーストすることができたりですとか、 E メールでその結果を送ったりとか送ることもできますし、など他には何ですかね、これコレクションズとかオーダーをすることもできたりとか、いろいろと本当に細かいことができるようになってます。で例えばファイルでダウンロードしたいという時もさらにそのファイルをどんな形式でダウンロードできるかってこともこう簡単に選べるようになってまして、でここでは例えばで XML の形式にしてますけども、こういう形で XML の形式で例えばダウンロードするとさらにその文献情報が XML で手元に落ちてきますので、それに対して自分でプログラムを書いて何か必要な情報を取り出したりとか、その取得した文献情報をもとに次のステップに進めやすいような形になっているという仕組みです。でこの方法ももちろんいいんですけども、先ほど少し触れましたが、例えば検索結果として5000件とか出てきて、でしかも別にその5000件以上絞り込みたいわけではなくて、その5000件についていろいろと何かしらの傾向を見てみたいとかいう、自分でその5000件の文献情報に対しての処理をしたいっていう時はこういう形ですとかなりまた手間がかかったりで、ダウンロードで時間がかかってタイムアウトしてしまうということもありますので、そういう目的の場合は直接プログラムで文献情報を取得する方法が用意されているので、もしそういうことをしたいということであればそちらに調べてみることをお勧めします。はい、途中で何か分かりにくくなったり質問あったらいつでも手を挙げたりお伝えくださいね。はい、よろしいですか。はい、であと他にこんな形でその一つの文献情報のほかに検索結果に基づいてその NCBI が提供しているさまざまなデータベースありますよね。ジェンバンクですとかその他いろいろクリンバーとかありますけれども、そういった NCBI の提供している他のデータベースに関連する情報を取得するということもこういう形でできるようになってまして、先ほどのジカウイルスの場合はジカウイルスって入れた時のこの右側に出てくるところにここにデータベースでセレクトってありますので、このセレクトっていうものを見てみるとこうバーッとその関連するデータベースの一覧が出てきますので、その中から自分の興味あるものをクリックするとそれから続いてその文献情報に関連する他のデータベースを簡単に
辿ることができるようになっています。この辺がその NCBI が提供しているその統合データベース的なあのシステムの非常に有利な点だなと思っているんですけども、こんな感じでデータベース同士がお互いに関連する形でつなげられていて、でそれを簡単にそのデータベース間を行き来できるようになっています。であとこの PubMed の検索結果なんですけど、この検索結果の順番をどうするかっていうのが、長いことその初期設定では一番新しいあのなんていうのかな、パブメドのデータベースに登録された順番の新しい順に出るのが初期設定になってたんですけども、その他に最近はそのキーワードに最もあのマッチするというか、キーワードと関連度の高い順にあのここの検索結果を表示するっていう方法が投入されてまして、でそれがつい最近にその初期設定としてはこっちに変わったんですよね。これ結構大きい違いで、でもやはりその今までパブメドを使っている身になると、そのよくわかんない、誰かが決めたかわかんないようなそのキーワードでのマッチの度合いってなんだよっていうのもあったりするんで、結局その単純にパブメドに入った自分の新しい順に出してくれた方があの仕組みも分かりやすいからってことで、こちらの人気も高くなったんで、なんかその最初はここにこういうのなくて、何もなく自然とキーワードに一番関連の高い順って出ちゃったんですけど、多分リクエストが多かったと思われるので、こっちで簡単にその両方に切り替えられるようになってます。なので最初に出てくるとベストマッチという形で、そのキーワードに一番関連の強い順に文献の検索結果が出てくるんですけど、そうじゃないよ、やっぱりあの今まで通りにどのパブメドに入って新しい順に並べてほしいなっていう時は、完全にここをクリックするだけで、その新しい昔方法ではなくて、昔ながらの新しいあのデータベースに投入された順に表示されるってこともできるようになっています。これは多分どちらもかなり人気が高いみたいなんで、簡単にここに切り替えるボタンがつくような形になってます。でさらにその一つ文献情報、まあ、これかなって興味あったものを見つけた後に、さらにそこからもいろいろな関連情報を芋づる式に取れるようになってるんですね。で、まあ、ここから見ていくと、この左下の方にちょっと薄いですけども、いくつかアイコンがあって、まあ、Google プラスとか Twitter とか Facebook のアイコンがあって、それぞれのところのソーシャルネットワークにこの文献情報を簡単にシェアすることもできるようになってますし、他にこの右側のここを見ると、ここにはあのシミラーアーティクルズって書いたんですけど、これはこの文献に書かれている内容と似たような他の文献にはこんなものがありますよっていうのを出してくれます。これはあのここに書かれているテキストの類似度を見ているので、あのこの文献のサイテーション情報とかそういうものを元にしているわけではないんですね。これは本当にここに書かれている内容とテキストが似たものとして、あの似た類似度が高いもの順にここにシミラーアーティクルズというものが出てきます。これもなんか結構人気があるみたいで、まあ、そうですよね、あの自分が一つ興味あったらそれと同じような文献には何があるかなっていうのを簡単に取れるっていうのは、非常に自分でいろいろと研究を進めていく上で有益だと思うので、こちらも使うとまたあの文献を検索する手間として効率よくできるかなと思うので試してみてください。 であと他にタブメのセントラルっていうのは PMC っていうのがあるのはご存知かと思うんですけど、 PMC はそのこのパブメドと違ってタイトルとアブストラクトに限らずフルテキストが全部入ってますので、そこにはその文献のサイテーション情報も入ってます。でその PMC の情報がもしこの文献として入っているんで場合は、ここにそのサイテーション情報が出るようになってますので、これが少なくともあの必ずしも全ての文献のサイテーション情報が入っているわけではなくて、 PMC のようにあのオープンアクセスのジャーナルでサイテーション情報がある場合は、この文献がどれぐらいサイトされているかっていうことが分かるようになってます。こんな感じでその一つの文献の情報を書誌情報を表示しただけでも、そこからさらに次に行くステップとして、その文献の本文に行くっていう、その本来のジャーナルのサイトでフルペーパーの PDF を取得するっていう他にも、いろいろな選択肢が用意されていますということがパブメドの特徴になってます。でパブメドは2800万件ぐらいなんですけど、 PMC はまだ数としては、今いくつかな、100万件を超えたぐらいなのかな。ちょっとやはりそのどんな論文でも全文を読めるっていう状態になる数はパブメドの検索対象に比べればまだまだ少ないんですけれども、年々その数は増えてますので、比率も増えているということで、まあ、特に新しい文献については
よりオープンなアクセスができるような形になっているかなというふうに感じています。よろしいですか。であとここにちょっと小さく書いてあるこのメッシュタームズとかってこれもそのうちここで今回紹介しようかなと思うんですけども、まあ、その文献のキーワードを NCBI の NLM っていうそのナショナルライブラリーメディスのエキスパートがどんどんキーワードつけてますがそれも載ってますよということでこれは詳しく後で紹介します。で他にこれも結構新しい機能なんですけどこのさっきトレンディングアーティクルズっていうことで今どれぐらいその人気がある論文があってのリンクが出るっていうことでしたけどもそれと同じような感じで今このパブメドでこの論文の検索をした人が一緒に他にどんな論文も読んでるかっていうのもここに出るようになってましてこれはよくあるAmazonとかにあるようにこの商品を買ってる人はこれも買ってますのと同じ仕組みになっててこの論文を読んでる人は合わせてパブメドでこの論文も検索して調べてますよってことが出るようになってます。なのでこれがさっきのシミラーアーティクルズは完全にテキストの類似度で見てましたけどこっちの順位というかリンクの方は実際にパブメドに来て一緒に読んでる文献はどれですかっていうのが出るようになってます。こんな感じでいろいろと本当に一つの論文情報からさまざまな論文に関連付けられたりとか他のデータベースに行ったりということができるようになっています。あとこうですこういう感じで特にそういうPMC に入っているような全文が読める論文についてはその図表のフィギュアがこうやって出るようになってますよね。なのでこの論文に載っているフィギュアはこんな感じだよっていうのもPubMed を検索するだけで分かるようになるということです。この辺は本当に20年前では全くなかった機能ですよね。どんどんと増えてますということです。で今まで自分がどんな検索をしたかってこともこう履歴で残るので、あの時どんな検索でマッチさせたかちょっと忘れちゃったなと思ってもここを見れば自分が何を検索したか分かるということです。まあ自分って言ってもこれは自分が使ったそのソフトウェアのブラウザに記録が残っているので自分のパソコンと違うパソコンで行ったらもう残ってないんですけど同じパソコンのところでやればこういう形に残りますということですね。あとは MyMCBI っていうアカウントがあるんですけどあれはアカウントを作ればそれも残りますけどそうでないと、まあ、そう全部残るわけではないんですけども一つの場合はこう忘れちゃった時も簡単に戻せるようになってます。はい、そんな感じでいきますね。でそうフィルターもついてます。そう最近出てきた機能としては今度最近で本当データとセットになっている文献が多いじゃないですか。その実験に使ったデータですとか自分の論文を発表するために必要なデータがセットになってオープンアクセスできるサイトに置かなくちゃいけないっていうプロスみたいな条件がある論文も増えてますけどもそういう形でその論文とその論文に関連するデータがどこにあるどこかでアクセスできるようになってますよっていうそのアクセスできる論文だけを検索してくださいっていうフィルターも最近できるようになってきてその辺がここに書かれてますね。それが今年の4月に新しく提供されパブメドで提供され始めたフィルターの機能です。でこれを使うと、あるキーワードに追加してさらにそのキーワードの論文かつその論文がちゃんと誰でもアクセスできるところに関連データも置いているものだけにしてくださいっていう検索ができるようになりました。はい、これももし必要であれば使ってみてください。でこんな感じでどんどんリンクが機能が増えてるんですけどそんな形で全部がその本来正式リリースとなっているパブメドだけに入れていくとたまたまもしかして不具合が起きちゃったりとか検索を利用している人があまりにもどんどん変わりすぎると分かりにくいってことがあるってこともありますのでNCBI の方はパブメドの他にパブメドラブスっていうのを作ってまして最新のその機能を試す場所になってますのでもしその文献の検索で新しい機能として今 NCBI がどんな機能を開発して試してるかなっていうのを自分で見てみたいという方はこっちのパブメドラブスってところに行くとそれを簡単に試すことができるようになっています。でこれはその正式版のパブメドとは検索が違ってますので必ずしもここで検索の機能として追加されたものが後々正式なパブメドに入るかっていうのは保証がないのでもしかしたらここでやってたから便利だったのにでも終わっちゃったみたいなことも起きるとは思うんですけど、まあ、とりあえず今どんなことが最新の技術でできるのかっていうのを覗いてみたい場合はこっちもいいかなと思います。でこんなふうに出てきますよと。なので今はこっち行くと自分のキーワードを入れるとそのキーワードが
ハイライトされたりとか、そういう機能がついてますね。で、ですね、そのメッシュタームの話に移るんですけど、これもその事前のアンケートによると、このメッシュタームを使い込んでいる方は約1名ぐらいしかいらっしゃらなかったので、あの名前は知ってるけどほとんど使ってないということが分かりましたので、今回ちょっと詳しくご説明したいなと思います。なのでその1名の方は気楽に流しておいていただければと思いますけども、こんな感じで先ほどあのファメドを検索するとこういうふうに一つの文献につきキーワードのリストが出てくるんですね。でこれメッシュタームのところに書いてあるんですけども、これがその文献にあの本当人間が目で見て、その目で見た結果としてそのキーワードとして何がふさわしいかっていうのをこう列挙してるんですね。これはだからの機械的にやってるんではなくて人がつけてるんですね。なのでその必ずしもその最新の発表された文献についてるわけではないんですけども、その代わりある程度の品質が保たれているという、このそれが非常にメッシュのメドラインで の, あの優位なポイントになっています。でここに書いてある通り、このメッシュタームっていうそのもの自体が、まあ、辞書ですけども、毎年毎年その研究の内容は当然進化してきますので変わってきます。それに合わせてメッシュタームの内容も入れ替わったりしてます。なので、新しい研究成果として出てきてキーワードとしてふさわしいと思われたものはメッシュタームとして採用されていきますし、 あまり古くて今ではちょっとふさわしくないようなメッシュタームがあった場合はそれは廃止されたり別のふさわしいメッシュタームに変わるってことが行われています。で大体100人いるってことですごいんですけど、まあ、2800万件の毎年100万件ついてて毎日3000件も出てくる文献に対して約100人のスタッフがこうキーワードをどんどんつけているという すごいことが行われています。 でその100人のスタッフは、まあ、最低限生命科学系の学士以上の学位を持った方々ですということで、これが本当に、まあ、パブメド便利なんですけど、パブメドがよりとてもあの地位が高い一つの理由としてはこういう裏方の努力がある成果ですよということになっています。でこれがフリーで使えるというので本当に貴重な資源になっているなと思っています。でメッシュタームのリストというのも毎年自由にダウンロードできるようになってまして、でこれちょっと、まあ、その文献情報と直接はつながらないんですけども、今私どもの NBDC や DBCS で推進しているセマンティックウェブの RDF という形式でもこのメッシュタームが提供されてますので、そういう技術的なあの利用の方法についてもこのメッシュタームというのは非常に有用なあの辞書として使えるような形になっています。でこのメッシュタームを使って検索をしましょうということで、またパブメドのトップページに行くと実はここにあるんですね。右側にここにメッシュデータベースというリンクがあります。でここから入っていくとメッシュタームを使って文献を検索ができるようになっているわけですね。なのでこれをちょっと試してみましょうということでここに紹介しています。でこれがあの自家ウイルスに関連するメッシュタームを探す例になっています。最初にここに自家ウイルスと入れると、これをキーワードに関連するメッシュタームの辞書の検索結果が出てきます。これは文献の検索ではなくてメッシュタームの辞書の検索です。でそこにこういった見出し語がありますよということでここに書かれてきますので、どれどれと調べてここに、まあ、見た中で自分が欲しいなと知りたい情報だなと思ったものを一つクリックするというふうなところから始まります。これあの、まあ、この場合はジカウイルスでジカウイルスのまま出てくるんですけど、そうじゃなくて例えば略語で IPS とかって入れるとその IPS っていう略あのメッシュタームはなくてもそれに関連する適切なあの正式名称が出てきたりというふうに、その必ずあの自分の思っているキーワードが仮にメッシュタームの中になくてもちゃんとそれのメッシュタームにたどり着けるような検索システムになっているので、その辺もよくできたインターフェースになっています。でこんな形で順番にこう入れていくと、ここにあの実際のファメド検索に行けるボタンが用意されてますので、これをまあ後で試していただければと思うんですけども、この数字の順番にクリックしていくだけでパブメド検索がメッシュタームをキーワードとしてできるようになっています。ここでその、メッシュタームのここに書いてあるんですけど、この検索結果を見るとこういうずらーっと斜めな表示があるんですね。これは
何かと言いますと、メッシュタームっていうのはその概念 の、 あの特殊性とこう一般抽象的な表現との間の関係が階層構造で全部定義されてますので、自家ビールスは何かっていうとこうどんどん上に上がっていくと RNA ビールスだったりとか、あのオルガニズムカテゴリーという形でこの概念がよりスペシフィックなものから抽象的なものになっていく関係が全て定義されていて、どの単位の抽象度で検索してもそのキーワードが入っている文献も検索できますし、さらにそのキーワードよりもよりあのスペシフィックなものも含めた全ての関係のキーワードがついている文献全部を持ってくるっていう検索もできるようになっています。ここが非常にまた便利なところですよね。仮にあのここで RNA ウイルスっていうふうなメッシュタームだけを自分の中で思っていて、それで文献を検索してもちゃんと自家ウイルスっていうキーワードがついている文献も含まれて検索されるようになっています。でこれもあの定期的にその見直されているということはお伝えしましたけど、仮にその毎年一度だけでは間に合わなくて、こういう突然重要なことが起きた場合は、その仮に1年単位ではなくても適宜その場で緊急性がある場合はメッシュタームに入れられるっていうのことも行われてまして、でそれがこのジカウイルスっていうメッシュタームがあの最初は全然2016年の時のメッシュタームの辞書に入ってなかったんですけど、あの非常に世界的に重要なキーワードになったので突然あの緊急的に追加されたっていう事例になってます。でこのあとこういうことが起きてるかって調べたんですけど、今のところ起きてなくて、これが今のところそういう緊急で突然追加されたキーワード の、 あの最終の例になってます。で、それでこんな感じで検索ができるわけですね。さっき の、 そのメッシュタームを入れていくと検索が普通にパーメント検索でできて、こういう形 の、 あの関連する情報を取得できますということです。これも後で少し時間を取りますので実際に試してみるのが一番だと思うので、ちょっと次に進んでいきますね。はい、であと他にもパウメドの利用の方法として、自分でキーワードをあまり入れなくても非常にあの詳しい条件で検索ができるシステムになってますということで、これあのクリニカルクエスチョンズということで、もうあの、まあ、パウメド自体がバイオメディカルというか、もともとナショナルインスティテュートオブヘルスという NIH の一つの機関としてあの存在してますので、よりそのあの医学に関連する情報がリッチな形になってるんですね。でそこでやはりその文献を検索する方として、利用者の中ではその医者の関係とか医学の関係の方が多いってことも想定されてますので、そこであのこういったこのクリニカルクエスチョンズっていうリンクが用意されてます。でこれは何かと言いますと、こんな感じでその医者であっても、仮にその自分が欲しい文献をどんなキーワードを入れていけば目的の文献に効率よくたどり着けるかっていうのは必ずしもわからないので、これをもう NLM ナショナルライブラリーメディスンのスタッフがあらかじめそのキーワードセットをうまく作ってるんですね。すごい作り込んでいて、でそういうテンプレートを用意して、でそこに一つその本当にその利用者が知りたいキーワードを入れさえすれば、そのキーワードに合わせて非常にそれぞれ特化したクエリーがあのクエスチョンがあの投げられるようになっているっていうシステムになっています。でこれがそのジカウイルスのセラピーとか、そのジカウイルスに関連するその、診療についてどういったあのこの病気、これに基づく病気はどんなものかとか、予後がどうなるかとか、そういったものをカテゴリーとして調べたいときにどういうキーワードを入れるかがいいかっていうのを全てこのあらかじめこのパウメドのスタッフが作ってあるんですね。それに合わせて入れるだけでこうバーッと必要な情報が文献情報として出てくるようになっているシステムです。でこんな感じでセラピーやダイグノシスとかエティオロジーとかプログノシスとかっていうその病気に関連するさまざまなキーワード、さまざまなアスペクト側面においてどういう検索ができるかってことが全てあのテンプレートで用意されているんです。でそういう形で入れるとこんな感じで、この何が何だか分かんないぐらい詳しいこのキーワードになってるんですけど、こういうのをあらかじめ全部作ってあるんですね。なのでこれをここにセラピーとかっていうダイグノシスっていうものを知りたいなと思ったら、自動的にパウメド側のシステムがこういうキーワードをザクッとこう入れてくれて検索が行われるようになってます。でこれが本当にこういうふうにするといいのかどうかっていうのもちゃんとあの研究されてまして、で利用者のテストをして、このこういうあの診断情報を知りたいときにはこういう検索のキーワードを
フィルターをして入れるとちゃんとその結果としては 98% がうまく結果としていい文献が得られてますよってことも調べられているので、まあ、ある信頼性の高い方法として提供されています。で、これですね、もう本当にこんな検索が入るんですね。これも一つのパーメイド検索のキーワードと、フィルターのリストなんですけど、こういうふうに非常に複雑な条件で検索を行ってその結果が出てくるっていうものが、利用者としては何もここまで知る必要がなくて、知りたいキーワードさえ入れればそれに関連する診断に関連する文献情報が欲しいっていうと、これが自動的にこう適用されるっていうふうになっています。で、あとはおまけ情報としては、こんなパブメドからもブラストが検索できますよっていうのもあったりとか、なんかこう隠しコマンドみたいなのも用意されてます。で、パブメドの検索の注意として、まあすごい非常に便利で機能が高いんですけれども、こういうふうに例えば複合語がありますよね。1単語ではなくて2単語とか3単語で1つの塊として使って、でしかもそれがその通りに出てきている文献だけを検索したいっていう時があると思うんですけど、そういう時はその、まあ、3単語でなっているものでは 3つの単語をその通りに記述して、で全てをその重引用符で囲むっていうことをすればそれで検索が実行されますけれども、ちょっとその時に注意しなくてはいけないことはここに書きましたけど、ここに例えばリンクとオープンデータっていう、3単語からなる複合語があった時に、このリンクとオープンデータってものをそのまま記述して一番端を二重引用符で囲って検索すると、そのリンクとオープンデータって書かれている論文の両方だけが得られるんですけど、例えばリンクとオープンっていうふうにやって二重括弧で検索かけたとしても、これはリンクとオープンデータっていう文献はヒットしないんですね。でそれは何でかっていうと、こういう形の複合語は複合語が入ってるっていう情報を別のパブメドの中の辞書に持っていて、でその辞書がある場合は検索されるんですけど、パブメドの中にその辞書がなければ仮に文献には書かれていてもヒットしないっていうことがあるので、それがちょっとその二重引用符を使って複合語を検索する時の注意になります。なのでとりあえずまずは試してみて検索して、でそれでもし一件もヒットしなかったらそれはちょっと辞書に入ってないんだなということで、ちょっと検索効率は悪くなりますけども、別の単語を入れてみたりとかバラバラにして検索をして自分の欲しい情報にたどり着かなくてはいけないということになります。はい、いいですか。これ例えばこんな感じですね。これでリンクとオープンデータっていう文献はあってもこういう感じで二重引用符で囲ってやっても一件もヒットしないっていうことが起きます。あとパブメドに関連する情報として、パブメドの他にヨーロッパの方で、ヨーロッパの PMC っていうのがあるんで、ここで簡単に紹介しますけども、ヨーロッパの PMC はパブメドと同じ文献情報が全て入っています。でさらにこの特徴として何があるかと言いますと、そのパブメドの文献情報の他に、PMC みたいなフルテキスト全文が論文としてフリーで読めるものも同じインターフェースで検索ができるようになっています。これがパブメドと違うところになっています。なのでこれパブメドですと検索するとそこに出てくるのはそのアブストラクトとタイトルの2800万件であって、でその中でもし PMC がある場合は先ほどのご質問にありましたけど右上にアイコンがついているものが PMC の方に飛んでいくわけですけども、こっちのヨーロッパの PMC の場合は検索対象がもしフルペーパー全文が入っている場合は全文の中の書かれている単語であってもちゃんと検索ができて、でそれがここに検索結果として出てくるようになっているというところに特徴があります。ですので仮にタイトルとアブストラクトになくても本文の他のディスカッションとか、マテメソに書いてある単語であってもちゃんと検索するとヒットするというところが違いになってます。で検索結果はこんな形でさらにハイライトできるようになっていて、でそのハイライトも例えばここにか、この例だと、なんだこれは、オーガニズムとかディジーズとかいう形でそのあるそのいろいろなその文献の中の概念で分けられていて、で概念ごとに
違う色でハイライトすることができるようになってます。で、例えばこの文献の検索結果の中の疾患だけをハイライトしてくださいというと、こういう形で水色、この場合は水色で疾患の部分だけがハイライトされて、でこのオーガニズムという種の情報については黄色でハイライトできるということが、これはパブメドになくてこっちのヨーロッパの PMC の持っている特徴的になります。はい、こんな感じで少し実習ということでここにサンプルを書きましたので、ちょっとやってみてください。今42分ぐらい経ってますので、あと5分ぐらいですかね。はい、質問などありましたらいつでもお願いします。どうですか、大体分かります、このメッシュの方で検索するっていう、さっき少し触れましたけど、 iPS ってやると iPS としてヒットするだけではなくてちゃんと展開されるっていうことが分かるかなと思うんですけども、これを読んでいくと、ここですね、ここからこう検索するときにここからスタートして、それでここに IPS って入れますよね。あれ漢字になってるか、こんな感じでもうすでにしかも関連する語がこうバーって出てきたりするんですね。でその中でもまあとりあえずこのままクリックしますけども、こんな感じで出てきますと。でちゃんとこのトップにインデュースとプリポテントステムセルズって出てきてくれるので、あこれだこれだみたいな感じでこうクリックするんですね。よし、これが2010年に入りましたよってことも書いてありますよね。でこうなるので、まあ、あとは適当にこういうさらに細かい条件をつけたい場合はつけることもできますし、そうでない場合はそのままでも大丈夫ですけども、こんな感じで、ここにで、山中先生の場合はここに山中ってこう入れるという感じになります。でこのままここにアンド条件を入れて、でこうクリックすると検索が行われて、こんな感じで山中先生の iPS がメッシュタグでついている論文のセットが出てきますという感じになります。でこれがその毎年何件それに関連する文献が出たかっていう表示になってまして、で例えば2012年は9件発表されてます。でこれ2013年は17件、でそこだけを絞り込みたいときはこうクリックすると2013年の17件だけになるという形になります。こんな感じでここに自動的にこういうふうに入るようになってますね、キーワードが。いいですか？なんか分からなかったこととかありましたら今お願いします。はい、では次に進みますね。これをこっちに戻して、で次はDBCS の方でサービスしている3つのサービス名がありますけれども、これらを紹介していきたいと思います。で最初はアリーっていうの検索サービスです。でこれは文献で使える略語とその展開形を検索するシステムですよということで、ここにあるんですけど、皆さんもよくご存知だとは思うんですけど、この分野の論文を読んでると非常にたくさんの略語が出てきますよね。でその略語が、まあ、ご自身のもちろん専門分野でしたら簡単にそれがどんな意味かわかると思うんですけど、まあ、たまたまその関連研究とか調べるとか新しい領域のものを調べる必要があったりですとか、共同研究でちょっと別の分野のものも見なくちゃいけないっていう時にはてって思うこともあるんじゃないかなと思うんですね。でそうすると、まあ、これがメドラインの中の全部でどれぐらい の頻度で出てきている略語かっていうのをこう大きさで表してるんですけど、こんな感じでたくさんありますということで、で実際どれぐらい略語が
文献の中で使われているかっていうのを見てみると、例えばこの頻度が10回出てくるだけでも8万2000もあるということが分かりました。でこんなわけでその10回以上出てくるものだけでもこんなにあって、もちろんこれが全部頭の中に入っている方はいらっしゃらないと思いますので、もう簡単にそれも略語からその略語の本来の展開した意味はどんなものかなっていうのを調べられるサービスがあると便利かなと思ってこれを作っています。で実際でもそう見るとそのこれも統計で調べてみるとパブメドにあの、まあ、3000件以上毎日その文献が追加されているんですけど、略語も新たにどんどんあの作られているっていうことなんですね。なのでそういう意味でもどんどん新しい略語が出てきてしまっているので、仮にそのちゃんとした辞書としてあの調べられる辞典が作られたとしても、それはすぐにあの古くなってしまって新しい略語には対応できなくなってしまうので、こういうそのオンラインでネットワークで簡単に検索できるようにして、それが最新な略語の辞書になっていると便利だなと思っています。でしかもその同じ略語で同じ名前 あの意味のものだったらまだいいんですけど、同じ略語でいろんな別の意味で使われていることも、分野が違うと別の意味になってしまったりすることもあって、そういう多義語があるとさらにこう混乱してしまうので、そういうこともあるので、こういうあの検索システムがあるとあのより正しい情報にたどり着けて便利かなと思っています。でこれは、まあ、あの人が全部やってるわけではなくて機械のプログラムを使っているんですけども、こんな形でこのメドラインのアブストラクトとかを調べていって、こういうふうなあの本来の名前と略語のペアがあったらそれを自動的に見つけ出して、それを辞書としてあの作って、それをサービス検索できるようにしているものです。で実際に見てみるとその、まあ、先ほど 10件以上あっても8万件あるってお伝えしましたけど、実際見ていくとその2048万件のペアが出てきました。でそれをこれはあの重複を許した場合ですけれども、ユニーク数だけでも355万の、略語とその 略語の後に逆ですね、本来の名前とその後に括弧で略語がついているものっていうのがたくさんあるんですけど、そういう表現だけでも2048万回出てきてまして、でそのうちその355万がそのユニークの数ということになっています。でこのちなみにここにいくつかリンクが書いてあるんですけど、このリンクをたどっていただくと実際の今のアリっていうデータベースでこの数を検索するため あの検索が実行されますので、今後どんどんアリーがまた新しいデータとして更新されていくとこの数も変わっていくようになってますので、あの例えば2ヶ月後とかにこのリンクをクリックしていただくとこの数がもっと増えているということが確認できると思います。で、アリーのまとめですけども、この特に海外にもこういう略語とその略語の意味を検索できるサービスはあると思うんですけど、このアリーは特にその日本であのサービスしてるってこともありますので、なるべくその日本語の訳をつけるようにしています。ですので全てがついているわけではないんですけども、なるべくつけられるようなつけられるところからつけていまして、で頻度の多いものから順番につけてますので、その全体として見るとその大体上位何件かっていうその何件分っていうのは必ず私も、まあ、の測ってはいないんですが、大体半分ぐらいヒットすればそれは検索略語として使われている半分ぐらいには日本語訳がついているという状況になっています。でさらにそのメドラインパブメドの文献情報を使ってますので、いつその略語がその意味で使われ始めたかっていうのも簡単に分かるようになります。ですのであのこの場合はここにROS っていうのも書いてありますけど、これが1980年の文献で初めて意味が使うの略語として作られましたっていうことも見れるようになっています。でさらにそのもう一つの機能として、ある文献に一つ略語があった場合に、その略語と一緒にその同じ文献で表記している一緒に使われている他の略語があればその略語も出るようになってますので、もしその一つの略語の意味が分かんなくてもその同じ文献中に出てきている他の略語がもし親しみやすい略語であればそこから意味を類推してそこの中で調べていくということもできるようになっています。ですので先ほどお伝えしましたようにその
一つの略語で別々の意味があった場合は多義語ですから、さまざまな候補が出てくるんですけれども、その中のどの候補が自分で本当に知りたいものなのかっていうのは、そこに狂気している他の略語を見て、でそれがもしよく自分の親しみのある略語であれば、あこれなんだなっていうふうに曖昧性を取るということができるようになっています。でこれが検索結果の例なんですけれども、同じようにこの毎年文献でその略語とその本来の展開形の意味利用がされている文献の数がどれぐらいあるかっていうグラフが出るようになってるんですけど、最近ちょっとこれ数が多いとなかなか表示まで時間かかってしまっていて、あまり表示されないことが残念ながら多くなってしまってるんですけども、だいたいこれも出るようにはしています。でそれであとここにその略語と展開形が使われている文献のリストが出るという形になっていて、でクリックするとそのパブメドのページに飛んでいくということが行われます。でこのパブメドの両方を使ったアリーなんですけど、これをさらにプログラムで使ったりとか、別のそのウェブ形式で自分でインターネットでブラウザを使って検索するだけではなくて、そこにある全てのアリーのデータベースの情報を丸ごと取ってくるっていうこともできるようにしてますので、もしその単に検索するだけではなくて、その略語の情報を全て何か別の目的で利用したいっていう場合は、簡単にそれもできるようになっています。でそのために必要な条件というのは全くないので、登録も必要ないですので、ここにアクセスしていけば最新のアリーのデータベースをそのままダウンロードできるようになっています。であとこのスパークルっていうのは、その先ほど簡単にちょっと触れましたけども、そのセマンティックウェブの形式での技術の検索方法なんですけども、その方法を使っても略語に関する情報を取得できるようにしています。その場合はここのリンクをクリックしてくださいね。こっちから行くと通常のアリーの検索とは違うページが出てきまして、そこからそのセマンティックウェブのような形式の検索ができるようになっています。でこの利用法についてはここで検索すると簡単にいきますし、統合テレビでもありますので、こちらも利用してみていただければと思います。でそのアリーの発展的な利用の方法として、例えばこんなこともできるっていう例なんですけれども、これを例えば研究分野がこのビロロジーということで、その文献中に出てくる略語の ペアだけを出してくださいみたいなことも簡単にできて、でそれが先ほどのセマンティックウェブ形式の検索システムで可能になっているものです。でこれがその略語 でそれがメドラインパブメドの中に何件出てくるかっていうのと、それの展開経過があって、でそれに対する日本語訳がこうなってますということですね。これがガーッと一覧に出てくるということで、それがさらにここのリンクをクリックしていただくと、この結果を再現することができますので、もし興味がありましたら試してみていただければと思います。でその他にですね、この技術的な方法を利用すると、こういうユニプロットとの連携とかも簡単にできるようになってまして、これ特にそのユニプロット側が何かこのアリーのために用意したわけでもなく、逆にアリーの方も何かユニプロットに向けて関連連携をしたわけではないんですけど、そのセマンティックウェブ的な検索技術を使うと、お互いにその技術を使って検索サービスを提供していれば、2つをジョインして統合的に検索も簡単にできるようになっているっていう例になります。でこれももし興味がある方より、ここで説明してるとすぐに時間がなくなってしまうので、ちょっと見ていただければと思います。これがその検索のキーワードというか、検索するためのプログラムみたいなものですね。でこれをこう投げると検索が行われて、このアリーとユニプロットの両方に検索が行って、それを合わせて関連する情報が出てくるような仕組みになっています。で、簡単な実習ですけれども、ここに書いてある通りにちょっと旅してみてください。ちょうどこれで1時間経ったので、どうしますか、 2,3 分っていうところですかね。ちょっと見てみてください。あと毎度のことながら、何か質問や分かんないことがありましたらお願いします。アリーは結構単純では単純なので、皆さんが同時にアクセスしても問題なく動くと思いますので、
どんどん検索を試してみていただければと思います。ここに、まあ、実習に書いてあることのだけじゃなくても他にご自身が普段よく知っている略語を入れてみてどんな結果が出てくるかなっていうのを見ていただくのがいいかなと思います。もう簡単ですよね。できました。まあ単純に入れるだけなんで、例えばこう回すとか入れるとこんな感じで出てきますよと。で、この場合ですとここに318回このミドルイーストレスピラトリーシンドロームっていう意味で使われている文献がありましたと。でさらに他にこういうマイルドエンセファルティスセルファノファシーウィザーリバースペシャルリズムという意味でも MERS が使われていたりとか、他にいくつか、まあ、圧倒的にこのこっちの意味が使われているのが多いんですけど、76回こういう意味でも、まあ、MERS という略語が使われているよってことが分かります。でそれぞれこっちはまあ伝染病に関する研究分野で主に使われてますし、こっちは小児医学方でも使われているということで、2つ別々の分野で同じ略語が別の意味で使われているという一つ例になっています。でこれが、2013年というと書いてありますけど、こんな形ですね。でここに文献情報があって、で詳しい情報はここをクリックします。ちょっと小さいですけどこのアイコンをクリックするとこの意味の文献情報にたどり着くことができます。最新は2018年に出てる論文ですけども、一番古いのはこっちで、さっき出ましたけども2013年ですね。2013年にこの MERS がミドルイーストレスピラトリーシンドロームっていう意味で初めて文献で使われたという結果になっています。で、狂気する略語としてMERS の COV っていうのですとか SARS ですとか COV っていうのもありますよという結果です。でここをクリックするとこんな感じですね。で MERS の COV っていう、略語は全体としては828件ありますので、MERS マースという意味で単語略語の出現頻度よりも実はこちらの方が多いということが分かります。ということでそれが2番目の、実習の結果になります。これ見ると本当他に SARS とか COV とかそういう関連する略語がたくさん出てきて WHO とかもありますし、まあ、これがこういう意味の、略語なんだなっていうのはこういう周りの状況証拠からも意味をこう特定しやすくなっています。よろしいですか。で、あとは、まあ、実際に利用される表現や文献リストを確認というのは今関連ですね。こういうところでこういうリンクをクリックしていくと実際に簡単にその文献情報にたどり着いたりできますということになっています。こうするとこの実際の、パブメドの文献に飛ぶこともできます。でここに書いてありますね。ここに実際に、よし、こんな感じですね。よろしいですか。はい、では次いきますね。あとここですね、ここで、戻ってこっちクリックするとここで、こんな感じでそのこれがそのセマンティックウェブの技術の方での検索結果になってますね。こっちの方にもここから行き来することができるようになってます。あとここでバリエーションがあって、この MERS の略語としてはこれ1個しかないんですけど展開系としてはこれだけありますということですね。でここがこの微妙にここにハイフンが入ったり入ってなかったりですとか、途中に小文字だったり大文字だったりとかして本来同じ意味だと思うんですけど別々の文字面上は別の表現になってしまっているものがこれだけありますと。
でこれが223個がこの、M と E だけを大文字で、あとは小文字のタイプってなって、他にいくつかそういうバリエーションがありますと。でこれを全部一つこれとしてまとめてるっていう作業も、あのプログラムの方で自動的に行っています。で基本的にこれ間違ってはないと思うんですけど、時々その頻度があまり多くないものだと間違ってここに入れられてしまっている例もあるかもしれないんですけれども、ここは基本的にあの精度としては悪くないような状態になっていることを確認しています。はい、では次に行きます。で次はこの EMXID っていうもので、これもなんかあのサービスとしては非常に単純なので、あの使っていただくのが一番早いですよね。でこんな感じで英作文を、してるといろいろと気になることがあると思うんですけど、特にこう前置詞は何だったかなとか、あとあのうろ覚えでちょっと一部の表現は分かるけど全部の単語として出てくるのはどうしたらいいんだっけみたいなこととか、いろいろとまあここに書いてあるようなことが起きるんじゃないかなと思います。でもちろん辞書を調べたり Google を調べたりするでも同じ結果でたどり着けるとは思うんですけど、一応ここだとその目的に特化しているってことと、あと、うん、検索対象が全てパブメドのタイトルとアブストラクトに絞っているので、この検索対象の分野があのライフサイエンスになっているというところがあの違うところです。で、まあ、こんな感じでやってみましょうということで、まず検索が早いということですね。あの試していただくと分かると思うんですけど、あの4文字目か3文字目から検索が始まるようにしてますので、3文字入れると立ちどころにその3文字にマッチするパブメドの中の表現が出てくるようになっています。これあちょっとすいません、これ4文字になってます。最近3文字に変えたのでちょっと資料が4文字になってしまってるんですけど、今3文字になっています。それでさらにその、まあ、頻度順で出てきますし、出てきたその単語の関連する同じような文脈で使われている別の単語も今は検索できるようになりました。この機能も去年新しく追加したものです。で、例えばこういう感じで実際にその検索結果がパブメドの中でどういうふうに出てくるかっていう、そのハイライトしたセンテンスの情報が出てきたりですとか、関連する言葉がこんなふうにあるよってことが見られました。これの例だと unknown っていう単語を入れると、その unknown っていう単語と同じようなあの文脈、前後の単語が同じように使われている単語としてはどういうものがあるかっていうのが出てきます。まあ、あの詳しい話とか面倒くさいんですけど、ここに出てきた結果を見ていただくとある程度直感的に理解していただけるんじゃないかと思うんですが、まあ、unknown っていうふうに使われているところでは unclear とか undefined とか uncertain っていう言葉もメドラインの中では使えているっていうことが簡単にわかるので、ご自身でこう論文書いてるときにいつも同じ言い回しになってしまうなとか同じ単語になっちゃうなっていうときに、もうちょっとこうバリエーションをつけたいというときにこれを使っていただくといいんじゃないかなと思っています。でさらにこういう使い方もできますよっていう例なんですけど、これあの単に単語一つとかあの入れた文字に合わせるものを出てくるだけではなくて、この例えば was correlated with っていう表現があった時のその was と correlated の間に入れられる副詞としてどんな副詞がみんな使ってるのかなっていうのを簡単に調べたいっていう時もこれが使えます。でこれを見ると、まあ、was と correlated の間に positively とか significantly とか negatively とか、まあ、別に妥当な結果だと思うんですけど、こういう感じで ある表現とある単語の間の特定の場所にどんなものが使われているかっていう調べ方も簡単にできますよという形になってま す, です、ね、これもその論文書いてるときに表現幅を広げたりですとか、他の表現としてふさわしいのはどんなものだったのかなっていうのを確認するのに便利じゃないかなと思っています。でこれもこの機能をこういうふうに実際にこのページにアクセスして利用することも当然できますけども、ご自身のプログラムから直接この機能を使って別のサービスの一部として使うっていうこともできますので、もしご興味のある方は試していただければと思います。ここにその辺の使い方が書いてあります。はい、このシンプルなのでこれ、分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、もし何か興味があることとかこういうことをしてくれるともっと嬉しいなってことがありましたらぜひ教えてください。で実習ちょっとやってみてください。これ1時間半なので、あとそうですね、
大体、16分ぐらいあるので、これもあと 2,3 分でちょっと試してみてください。これもう、はい、簡単ですよね。これでこう入れてみてくださいということで、あ、これでも日本語は残念ながら対応してないので全部アルファベットだけですけれども、こんな感じで入れていくと3文字入れるとこう出てきますと。でここはこの場合コンで始まるとこれだけあって、この場合一番パメドの中で使われている表現はコンセントレーションオブで535,791 回出てくるということがすぐに分かるということです。コントリビュート。コントリビュートに続く前置詞は当然 to が一番圧倒的に多いですよということが確認できます。これ含むっていうのをここで変えることもできて、これで始まるってやると本当にコントリビュートから始まる表現だけに絞り込むことができます。で、最大結果が初期値だと20件ですけど、これ100件とか変えることもできて、マイナーな表現は何かなっていうのも分かる。コントリビュートインとか書いてる人もいますよ。こんな感じですね。ホスってやるとホスポリレーションとかすぐ出てきますと。でここからリンクはいくつかこう用意されていて、で初期設定だとこのライフサイエンスディクショナリーのこの表現に飛ぶようになっています。この他には資料にも載ってますけど、こういうパブメドのセンテンスに飛ばせることもできます。こんな感じですね、はい、よろしいですか。で、あとここにパーマリンクって書いてあるんですけど、これ何かっていうと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、この検索結果をここの、URL に保存っていうかここに表現することができるので、ここを検索結果を取っておきたいという時はこういうここを1回クリックしていただいて、でこのページをブックマークしたりですとか他の方にこのリンクを送るっていうことをすると、この検索結果と全く同じ結果を共有することができるようになっています。はい、よろしいですか。これで次に行きます。最後はコリルっていうサービスです。でコリルは何かと言いますと、こういう形で、文献はもちろん他の文献から参照されたり、他の文献をサイトしたりすることがたくさん行われてるんですけども、サイトされてる側の文献を中心として、そのある特定の文献を他の文献はどういうコンテキストでサイトしているかっていうことを簡単に検索できるようになっているというサービスです。でそうすることで何が嬉しいかっていうことの一つとして、また論文を書いてる時のことを考えると、これから自分がリファーしたい文献があった時にその文献情報をコリルに入れて、で検索するとすでにその文献をリファーして発表している文献がどういうことをその文献についてコメントしているかっていうことが簡単に分かるので、あ、この文献についてはもうすでにこの、ある程度のコミュニティ、研究コミュニティではこういうような評価がなされているんだなっていうことを、確認できるという形になっています。ただこれもそのオープンアクセスの論文だけを対象にしてますので、必ずしも全てのそのある論文をサイトしているリファーしている論文の全表現をできるわけではないんですけども、少なくともオープンになっている文献の中ではどういうふうにある文献をリファーするときに表現コメントしているかということを確認できるようになっています。
で、まあ、そのリファーの仕方を見て英語の表現を見ながら自分 の, そのリファーする時の英語表現の参考にもできるかなと思っています。で現在はだいたい187万件の、サイトされている論文が検索できるようになっていて、でそれをサイトしている、逆ですね、187万件がサイトしている側で、サイトされている側は約999万件ということで1000万件になっています。で2800万件がパブメドに入ってますので、約、まあ、半分はいかないですけど、全体の3分の1よりも多い数がサイトされている側として検索できるような形にまでなってきました。で使い方はこんな形で、 PubMed ID を入れるところからも始まる、もしくは実際に PubMed 検索をして特定の文献を決めて、その特定の文献を決めた場合にはその文献に対してそれをリファーしている他の文献の検索が行われるようなシステムになっています。でその検索結果の相当の方法としては、ここに書いてありますけど、並べ替えとして発表された日にちの順番ですとか、それをサイトしている数ですね、どれぐらい実際サイトされているかっていう引用数での、相当もできるようになっています。それからもう一つの機能として、ここに書かれているのがそのサイトされる側の文献で、こっちはそれをサイトしている文献のリストなんですけども、この文献をサイトしているこれらの文献が一緒に同時にサイトしている他の文献は何がありますかっていう共引用の情報がこの左側に出るようになってますので、ある特定の文献がここに検索して出てきた場合に、これと同じようにリファーするのはどういうものがあるかっていうのがこちらの関連文献で調べることができるようになっています。ですので、まあ、もしこの自分でこれから論文書いたり調査しようと思った時に、ある文献が一つ見つかってそれが非常に興味深いと思った時に、他にもじゃあどういったものが一緒にそのリファーされているかっていうのをここで見ていただくと、もし漏れがあった場合はそっちをカバーするということで、ある程度そのコミュニティの中でよく使われている文献の知識っていうのが得られやすいんじゃないかなと思っています。で、まあ、こんな感じに出てきますよと。でこれも同じように全てデータベースが公開されてますので、もし丸ごと検索するだけではなくて全体の情報を欲しいという方がいらっしゃいましたら FTP でダウンロードすることができます。それからこれも同じようにセマンティックウェブ的な検索もできます。というかこのサービス自体が裏で全てこういうセマンティックウェブの検索で動いているシステムになっています。でここにサイトがありますと。で統合テレビもありますよと。で実習をしてみてください。だいたいこれであと、まあ、10分ぐらいあるんですけど、まあ、5分ぐらいで、あと全体的な質問等あってありましたらお願いします。大丈夫ですか？なんとなくもう動いてます。これでここでこんな感じで出てきます、ね、ちょっとこれ数が多いと残念ながらちょっと遅くてインデックスするようにはいかないんですけども、これぐるぐる回ってるってことは出てきましたね。こんな感じになってます。で、初期設定だと発表年順になってますけど、これをサイテッドバイってやるとこれがこのこれをリファーしている文献のリストがここに出るんですけど、この文献がさらにどれぐらいリファーされているかっていうのがここに出てますので、これをリファーしているこの文献はさらに1410回他の文献からリファーされているっていうことが分かります。でこんな感じでこのプロテインデータバンク PDB をリファーしている文献がここに出てきて、でその具体的にそれをどういうふうにその本文の中でリファーしているかっていうことがここで分かるようになっています。でこれをずっと見ていくとここに関連論文が出てきますので、ここにこの PDB の文献と合わせて他のここにある文献群がリファーしている文献はこれだけありますよということになります。
PDB を分、リファーしているのは回数4434件あって、でこのとセットでリファーされている他の文献として、あのここにギャップとブラストがトップに来てます。でこれ微妙にこの数字の意味が変わってまして、ここはこの数は同じ文献の中でも複数回サイトされている場合はその数も入るんですけど、こっちは文献単位なので、ちょっとここの数とこの数が同率には比べられません。少なくとも同じようにリファーされている文献はこれこうなるものになってますということで、これを順番にまたこうクリックしていくと、この文献をリファーしている文献のリストがこうこっちに出てくるような感じになっています。これが本当にこの数がすごい勢いで増えてまして、だいたいこれを始めたのがどれぐらいかな、2008年10年ぐらい前からこれ作ってるんですけど、この検索対象の文献の数が倍以上に増えてまして、ちょっとその数増え方が大きいために検索のスピードがどんどん遅くなってしまっているので、これを何とかしなくてはいけないんですけど、ちょっと今だすぐそこに手がつけられてない状況で、すいませんね、遅くなってしまっていた場合は。でこれが今1月29日に検索対象の文献をアップデートしたんですけど、これ今ちょうど今更新途中で、できればこう今日間に合えばよかったんですけど、ちょっと間に合わなかったので、多分今週中ぐらいにはか来週には最新の結果がここに出るようにします。でこれはこんな感じで、半年に1回ぐらい検査更新しているもので、で、はっきりと言えばお伝えしないんですけど、アリーは、毎月更新してます。で、イメクセズは年に1回ですね。メドラインが新しく主要メジャーアップデートするんですけど、その時に新しくしているので、だいたい1月ぐらいにイメクセズは毎年新しくなるようなシステムになっています。はい、大体こんな感じで時間ですよね。何かありますか、最後に。はい、じゃあどうもありがとうございました。失礼します。終わりです。